まあ、旧軒の商品がピューマフラワーと申しまして、まあ、外食のレストランのお店の厨房ですとか、学校給食センターの調理場の床に塗る材料を作っているメーカーです。特徴としましては、まず水性の材料ということと、全く匂いがありませんので、食品に匂いが移るという問題がまずないです。はい、あとはこういった釜の真下の、お湯が流れるところでも、耐熱性の耐久性が非常に優れております。で、従来の床材ですとその薄い塗り床が剥がれて破片が商品に入ると問題があったんですが、しっかり施工することによってまず剥がれることがないので、そういった異物混入の事故も、起きないという、素材と工事を、弊社でやっております。今回 の、 あのお客様が外食さんですとか、まあ、そういった店舗関係のユーザーさんが非常に多く来場していただいてますので、まあ、実際の工事としましては、例えばお店の営業中でも、夕方お店をクローズした後に、一晩のうちに床の乾かして削って、施工まで一晩で匂いも出さないで、対応することによって、次の朝のお店のオープンの時には、施工が終わってまた、いつも通りのお店の営業ができる状態で、工事の方も我々で、管理した上で対応もさせてもらっております。材料の、まあ、厚さとしましては、6ミリから9ミリぐらいを、コテで1回で塗りまして、まあ、そういった厚みで、まあ、耐久性も、性能も上げた形で、まあ、販売させてもらっております。